次は左側面の壁を作ります。まずは C の3をカットします。カットしました。次は F の1をカットします。初めて出てくる色ですね。カットしました。次は J の28をカットします。カットしました。次は先ほどの2つのパーツを合わせて、その下の方に J の28を貼り付けます。下を合わせます。はい、貼り付けました。なんか面白い配色ですね。次は E の3をカットします。カットしました。そしたら前にもあったんですけど、この半円の目地の部分をサインペンなどで黒く塗りつぶしておくそうです。前と同じように黒の墨入れペンで塗ってみます。はい、できました。雑ですけど大丈夫です。次は J の23をカットします。カットしました。次はこのパーツを E の3の下の部分に貼り付けます。貼り付けました。次はこのパーツを先ほど合わせたパーツの隣に合わせます。貼り付けました。カラフルですね。次は B の26をカットします。カットしました。次にカットしたパーツと先ほどのパーツを合わせます。今までで一番長いパーツなので、ボンドを塗るときにこっちの端からこっちの端まで行く間に乾いてしまわないかちょっと不安です。大丈夫かな。貼り付けました。ボンドがはみ出たりして結構大変でした。次に B の1、 B の8、 B の9を
カットします。カットしました。それではこれらのパーツを先ほどのパーツの裏から貼っていきます。貼り付けました。次はプラ板を必要な大きさにカットします。カットしました。これらのプラ板をこのパーツの裏側から貼り付けていきます。貼り付けました。表から見るとこんな感じです。今までで一番の大物でした。